どうも、ナオチンでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育ててみました。使っていきましょう。オセですね。なぜオセかというと、ユニークスキルを試してみたかった。ニャンツーブローですね。アクティブに自分以外のニャンツーブローを持つ仲間がいるときに、与えるダメージが上昇する。ですね。仲間がいるだけで、ダメージが上昇するので、いいかなと思いました。どれぐらい上がるのかな？めちゃくちゃ上がれば強いんですけども。はい。まあ、とりあえず使っていきますね。ステータスは魔力以外999にしてます。で、スキルが、刹那さみだれで攻撃ですね。で、プレロマを2つで殺しを2つに会心先進で火炎が弱点だったので無効を入れております。はい、どれぐらい上がるんだろう。行きましょう。それではここで測っていきたいと思います。ラフムですけども、物理と雷、耐性はありません。なのでダメージを測りやすいですね。ゼウスとオーディーンにも攻撃をさせて、どれぐらい火力が違うのかをちょっと見ていきましょう。まずはオセ、ニャンツーブローを発動してません。発動なし。これでどれぐらいなのか、まず、ゼウスとオーディーンどれぐらいダメージ与えるのか見てみましょうか。まずはゼウスから9300。まあまあまあそうだろうね。9300で、グングニルもそれぐらい出るでしょう。おお、グングニルの方が上。うん、グングニルの方が若干ダメージは上ですね。いや、これ倒せそうだな、ここで。まあ、とりあえずニャンツーブローなしのオセですね。刹那で攻撃してみます。むちゃくちゃ強いな。いや、驚くほどのダメージでしたね。グングニルよりも刹那の方がダメージあるんすね。あ、なるほど。これもうちょっと物理系は刹那に変えていかなきゃいけませんね。ではニャンツーブロー変えていきましょう。はい、変えました。で、この状態でオセで攻撃していきましょうか。さっきがだいたい一発2500から2600の間の攻撃力でしたけども、どれぐらいまで上がるんだ、すごい楽しみ。では行きますね。ニャンツーブロー発動。3000、結構上がる。えこれものすげえ強い、ものすげえ強い。あ、でニャンツーブローを3人にするとどれぐらい火力が上がるのか、これもちょっと試したかったんだよな。で、できればあのね、オセじゃなくってケットシーをメインで使いたかったのよ。可愛いから。うん、でもケットシーはね、耐性が若干低いんだよな。うん、耐性が弱いのでオセが一番無難なんですよね。はい、まあ、とりあえずニャンツーブロー3体入れました。さっきが3000、今回はどれぐらいいくんでしょうか。どうだ、あ、変わらずだ。重複しない。はい、ということで今日はオセを使っていきました。ちょっと想像以上の強さでした。やっぱり刹那が強いんだな。うん、これがちょっと異常な強さだな。他のスキルに比べても、ダントツで、まあ、命中率は低いんですけども、素早さ999にすれば問題ないですね。で、ニャンツーブローの能力ですけども、20% ですね。うん。20%、ダメージが増えます。これ、なかなかだと思いますよ。刹那の超火力プラス、20% なので、いや、これはいい。これ、2体、ニャンツーブローを入れるやつ入れて、で、あと支援のやつと、もう1人火力。で、パーティー、これ出来上がりますね。うん。いや、思った以上の強さで、結構びっくりしてます。はい、ニャンツーブロー、なかなかいいですよ。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。